こんにちは、シンガーソングライターとパーソナルトレーナーのゆりです。イエイ。今日は泣き虫チャレンジ。さあ、泣き虫チャレンジとは何をするかと言いますと、泣かずに朗読しきれるか。私はこう見えてすごい泣き虫なんですけども、すぐ泣くんですね。いい話とか感動する話を聞いたりするとすぐ泣いちゃうんですけども、今日ちょうど吉本の芸人さんのバイク川崎バイクさん BKB さんが4月からかな、ノートで毎日ショートショート短編小説を書いていて、それが書籍化されますっていうのと同時に、レックというラジオ配信アプリで芸人さんがその小説を読む、朗読するというのをアップしていて、今日が10回目で一旦最終回だったのかな。それを今日相席スタートの山崎圭さんが読んでらっしゃって、泣きながら最後読んでたんですね。私もそれ聞きながらすごく泣いてしまって、これ私だったら泣かずに読めるかなと思って読んでみようかと思います。一応権利関係でちょこちょこ切りながら動画にしていこうと思うんですけれども、やってみたいと思います。お願いします。電話をしてるふり。まただ、もうしつこいってば。あ、もしもし、ごめん、パパ、もうすぐ帰るよ。うんうん、そうだね、うん、迎え、あー、どうしようかな、来てもらおうかな。今はね、私はよくナンパされる。特に男受けを狙った格好はしてないつもり。でもそりゃ可愛い服は着たいし、メイクも好きだし、見た目には気を使ってるつもり。そんな時決まって私は電話をする。というか電話をするふりをする。しかし今日のナンパはしつこい。まだ隣で歩いてるじゃん。電話してるじゃん、こっち。空気読めよ。おいおい、どこまでついてくるつもりだよ。家ついちゃうよ。それはそれで怖いってば。もう、イライラがピークに達したその時、しつこく声をかけてきた男が信じられない一言を発した。それ本当に電話してる？私は状況が飲み込めないまま、家まであと5分の道のりで立ち往生してしまった。だって電話してなかったんだから。だって電話したふりだったんだから。だってパパはこの世にいないんだから。それからというもの、パパはよく現れるようになった。それはもう簡単に、ライトに。パパの出現方法はこうだ。1、私がパパに電話したふりをする。2、私が私以外の誰かに電話を代わる。これだけだ。パパと間接的につながってから5年の月日が流れた。29歳になった私は明日結婚する。私は今までできなかったことを試してみようと思う。ママに電話を代わってみよう。なんだか今までで一番緊張した電話のふりだったなと思いながら、スマホをママに手渡す。パパありがとね。じゃあまた、何かあったら電話。と、いつもの別れの言葉を言い終わらないうちにかぶさる懐かしい声。結婚おめでとう。嘘、聞こえるよ、聞こえるよ。今日で本当に最後の電話になると思う。パパもそろそろ行かなきゃならなくてな。待って、待って、パパ、パパ、
結婚おめでとう。あ、これはさっき言ったか。幸せになるんだぞ。愛してる。お前はパパの誇りだ。じゃあな。私は涙と嗚咽で終始何も話せなかったが、幸せだった。ママも隣で泣いていたが、幸せそうだった。パパの優しい言葉、温かい声がすべて胸に刺さっていくのを感じた。私も大好きだよ、パパ。元気でね。幸せになるよ、私。ありがとう。最初で最後のパパから電話を切った日だった。無理でした。すごくいい話なんですけど、ぜひ読んでほしい作品です。泣き虫チャレンジ、また何かでやろうと思います。ありがとうございました。素晴らしき日々とこの世界。